総勢で一メンツ、ドラはありません、うん、まあまあですね、うん、そして今跳ね間を決めた金子、もうチャンターがあるよ。ああ3品から、うん、これは1日祭の布石と言っていいでしょうか、うん、あ、白鳥プロも悪くない、うん、さあ加藤さん、うん、ちょっと良くないですね。良くないね。ちょっと発が出ても受けにくいですか。もう上からいったよ、もう、うん、ちょっと受け気味だね、もう、まあわよくば本一とかですかね、うん、はいはいはい。あの大谷さん、あの、はい、佐々木はすごいリーチが多い打ち手じゃないですか、はい、そういう、まあ、なんか常にリーチでこぶせてくるような相手が親番の時何か気をつけることとかありますか。ああやっぱりその例えば打点も待ちも見合ってない状態でリーチに行くと、うんうん、もう全部やっぱりかぶせられてしまうので、はいはいはい、ある程度こう自信のある町だったりとか、うん、まあ、自信のある打点だったりとか、うん、そういう時に リーチを打たないとあの全部押されてしまうので、そうすると例えば具形の1300点とかだと不利になりますよね、うん、なんでそういうところは結構そのこの人の親番は全部来るからどうしようかなっていうのは材料になったりしますよね、はい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 、さあそうこうしてる間にあの加藤さんが初をあんこ、うん、これは金子さんもいい感じで、うん、純ちゃんの方に育ってるよ。あっとこれドラを引きすぎてしまいましたね。こうなるとスーソーがちょっと痛いか、うん、どうする、切っちゃう、切らない、今を切りましたので3色は一旦見切ったということになります。そして白鳥ローワンをあんこにしてツーワン重ねて単ヤオが色濃く見えてきた。加藤さんもこれうまくいけば 7,8,9 までいきそうな、まあでもちょっと遠いかな。加藤さんとしてはね、とにかく上がり倒して流していきたいからね、あの金子さんとの差も少しずつ広げていきたいし、うーん、8ピーター、こういうでも 37,000 とかぐらいのペンチが入った、いいところを引きました、うん、これぐらいの持ち点でターチャカのリーチと押し返し難しいですよ ね、押していいのか引いていいのか。あ、いいシャンテンだ。さあここでドラを離した金子。そうか、金子さんなんちゃなんだね、だから何も備えてるんだね。あ、なるほどなるほど、うん、さあ積もる手に力が入る加藤さん、しかしさともう来たよ。さあ来た、素晴らしいね。これ E ピンがただ3枚飛んでます。あ、 E ピンは3枚飛んでるがね、これ3本受けっていう選択もあるんだけどね、うん、3枚飛んでる1品のチャンタの方に行ったね。これ3品2枚切っての2品と何のシャンポンも面白いんだけどね。そうですね、うん、あとこれ結構イースピンに読み筋に入りますよね。そうですね、3品が早くて最後に2品だとイースピン結構な読み筋ですね、うん、もうだから積もる気満々なんじゃないか、4枚目の E ピン、はい、それでも言ったってことは E ピンは自信があるから積もりたいってことですよね、うん、あ、ああこれが高めが一発で佐々木から出るリーチ一発、ちゃんと3色ドラドラ跳ねまん、3色はリーチ一発、ちゃんとごめんなさい、リーチ一発ちゃんとドラドラ2色しかなかったですよね。3色もつかないんだねこれね、ピンフもつかないから、リーチ一発ちゃんとドラドラ跳ねまん、跳ねまん、うん、1万2000の上がりとなりました。